ブレソル攻略ウィキと定期配信の紹介です。ウィキは全キャラのデータベースや星1から4のキャラがどのクエストで手に入るかを網羅しております。新ガチャに関しても適宜更新しているので、ブレソルでわからないことがあればぜひご活用ください。また毎週水曜日23時頃からブレソル1週間のまとめと共闘を YouTube とミラティブで配信中です。ブレソルの1週間の出来事をまとめ、リスナーさんからの質問に答え、レイドなどの共闘を行う放送です。あなたの疑問に即座にお答えできるので、ぜひ放送にお越しください。こんにちは、ドクターネッケスです。本日はゴテローレルガチャ超高よりうのうはなレッツついておいでなさい。はい、強化していきましょう。木竹さんを除いて必要な素材覚醒。はい、さらに強化していきましょう。必要な素材、能力解放、宇野さんは通常攻撃特化型なので、ここは攻撃ですね。で、グループバトルで使うことを考えて、攻撃、レベル2、レベル1で攻撃、レベル2で会心。レベル3、4、グループバトルで使うなら、3が体力、4が防御。レベル5で、レアスですね。特別抽選は攻撃会心がおすすめです。攻撃250と会心戦だったら、攻撃250のがおすすめです。とりあえず、上げておいて、あれ今なんかお金が足んない感じだった？もしかして。あ、大丈夫か。はい、20まで上げちゃいましょう。なんかこのうのはさんちょっと可愛くない？まず1個は攻撃ですね。で、グルーバトルのサブで使うんであれば体力最大値。これがいいでしょう。例えばね、これにヤミーとかのリンクとかソイフォンのリンクとかが非常に、この通常攻撃ダメ20に体力最大値通常攻撃 20% アップとか、ヤミーの通常攻撃 20% アップに体力最大値 16% アップとか、ここら辺がかなり噛み合いますね。で、さらに攻撃30のやつを入れたらいいんじゃないのっていう感じですね。ついておいでなさい。さあ、じゃあ一旦ここで挟みましょう。こちらがレベル200まで強化した宇野花烈ブレイブバージョン。所属は死神隊長、キラーはクインシーキラー、必殺技降りましょう水月。水月から降り立ち100歩欄間で当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は通常攻撃ダメージ 30% アップ。水月の腹で大方回復しているはずです。目覚めるまで救護詰め所で休ませてあげてください。宇野花烈、傷ついた固定大使を癒す救護専門部隊4番隊の隊長。残白刀の宮月は普段は極刀の形状だが、解放時には飲み込んだものの傷を癒す騎乗可能な巨大生物に変化する。強二が回復、それ以外、いや、で、全部、状態上ついてないキャラクターですよね。パッシブスキル、緊急回復回数プラス1、弱体無効、敵ガード無効。アビリティ、通常攻撃ダメージ 80% アップ、体力最大全ダメアップはボナーブにつけていて、チンパティ効果、死神の通常攻撃ダメージ 20% アップ、グループバトル時、通常攻撃1つアッププラス2、体力半減時、火ダメダウン、通常攻撃範囲アップ 20%。グループバトル時、青攻撃ダメージ 30% アップ。グループバトル時、一番下、キラー効果 50% アップ。スーパーマー、回復技、回復技効果アップ、回復技全体化。そして、ボナービに攻撃をつけてますと。ヤマジー同様、グルバト特化のキャラクターですね。で、まあ、クインシーキラーで、青で、
めっちゃ重要ですっていう風に言ってたんだけど、僕結局使いませんでした。あの未来のウルキが強すぎて結局通常型入れる隙がなかったですね。残念ですね。今後使うかもしれないね。はい、おすすめのアクセリンク、通常型なんで第2効果は攻撃にしましょう。非ガチャ限定アクセとしてまずは星5チャッピー、そして巻き、そして木刀、こんな感じがいいんじゃないかなと。でまあもし持ってればガチャゲンのアクセとしては金チャッピー、僕のところ金チャッピーにするのがいいんじゃないかなと。山地のところでも紹介したんですけども、金パップ星5プラスどうですかという意見に対して、金パップ星5プラスは木刀よりはいいけれども、巻き絵よりは、巻き絵には劣りますね。なので金チャッピー、ゴチャピー、巻き絵がとってもいいんじゃないかなと思います。リンクに関しては、まあ、20、20、20にしましょうかね。どうしようかな、他のキャラで20だけ、20だけ、はい、20、20、20を積んだとして通常攻撃 160% アップ、めっちゃ強い。こんな感じでいってみましょうか。山 G はちょうどキラーが刺さったけど、ついておいでなさい。まだ厳しいですか？全然厳しくなかった。最近の火力は継承の試練でも全く問題ないですね。マジで普通のクエストでしょ。次まで行くか。あ、もういない。通常強一は奥行きのある前方攻撃。わかりますね。これは広いですね。強二、お待ちなさい。設置ですね。イニシエの動かないタイプの設置技。強三、仕方ありません。強三は自身を中心とした円範囲の攻撃。自身を中心とした、でもなんかそんなに範囲が広く見えなかったんだな。わかりますね。お待ちなさい。今日3。仕方ありません。うん、なるほど。範囲はそんな広くなさそうですね。必殺技出しすぎた。ついておいでなさい。継承の試練ですら敵が解けたんだったら、そりゃそうなるよね。強すぎだろ。わかります。
チャッピー積んでるのに強攻撃でダメージが通ってしまうっていう。降りましょう、水月。爆動の62、百歩乱艦。降りましょう、水月。爆動の62、百歩乱艦。戻りなさい、水月。強いね。さあ、クインシーキラー。クインシーキラーの通常型って本当待望だったんですね。今までこのリルカしかいなかったんです。で、特にグルバト特化っていうキャラクターでもなかったので、今回のウノハさん非常に強力ですね。まあ、そのグルバトの回収も今後来る予定になってるんで、また通常特化型が絶対必要ですっていう時代が来るかもしれない。まあ、ただ残念ながら直近のグルバトでクインシーキラー青は、未来のウルキにそのウルキを伸ばすような編成サブ2人でめちゃくちゃ早かったんで、宇野花さん出番がなかったです。あとはこのキャラは常設なんで、まあ、チケット出たらいいんじゃないかなっていうところですかね。心属性だけで言うとこの2体だけ。ほんと数が少ないよね。まあ、でも通常特化型として一体持っといた方がいいんじゃないかなっていうところですかね。まあ、でも無理して今すぐガチャを引かなくてもいいと思います。ついておいでなさい。グルバトで使わないけれども、まあまあまあ、はい、こんなところですかね。ついておいでなさい。水月の腹で大方回復しているはずです。目覚めるまで救護詰め所で休ませてあげてください。はい、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。